の応援番組アスラジー始まるよ。イエーイ。間違えた。渚に決めた恋は今でも忘れないよ。涙が溢れ出し心焦がした、あの瞬間街では何気ない時が刻まれて、噂のあいつのこと、夏の終わりに空を見上げると逆に青すぎる。そんな時には奴はいないよ。このまま、こんにちは。時刻は15時を回りました。6月22日水曜日、シーウェーブアスリート応援番組アスラジー。わーい。本日の番組パーソナリティを務めますひーちゃんこと栗原志保です。よろしくお願いいたします。そしてアシスタントのゆっきーこと石川幸寛です。よろしくお願いします。はい、同じくアシスタントのイッツミー、イッツミーこと水野いつみです。よろしくお願いします。はい、はい、これは間違えますね。何を間違えた。これは間違えますか。間違えそうになっちゃった。これは間違えますよ。間違えてないですよ。ああ、間違える。ちょっとね、今ちょっと焦っちゃって、あれ今何日だっけみたいな、どうしたんだろうと思って、ふっと今台本見たらね、これは間違えますね。なるほどね。じゃあ日付がね、はい、そう今日何日だっけっていうね、今日何月だっけみたいな。そう今日が収録の日なのか。いやもうだって暑いもん。そう、みんな暑いからね。で今日なんか私の見た天気予報だと曇りだったんですけど、雨降るんですかね。なんか夜降るみたいで、私お洗濯物をしようかと思って、で天気予報見たら携帯の雨って書いてあったから、あ、やばい、危ない危ないと思って、うん、部屋干しに変えました。明日も雨なのかな。見てないな。土日が雨っていうのにショック受けて、あー、もうダメだと思って、折れないでユッキーさん。でさっき室内練習場電話したら、うん、使えませんけど、あ、みんな入っちゃったけど、そっか、言うても梅雨ですからね。そうでしたね、そういえば雨って言った瞬間みんなが出ませんでした、うんうん、あ、そうだと思う。殺到しちゃいますね。殺到、もうみんながね、うん、どうしよう、すぐ室内を確保、うん、また近くに足立区にあるので。あ、そうなんだ。ここから3駅ぐらいのところに新しくできたので。え、それはもうその室内の野球の練習場なんですか。はい、そうです。すごい。バッティングマシンもあって、いいな、楽しそう。ネットもあって、音うるさいんですよ。いや、まあすごい響くんで、やっぱり室内だってバッティングセンターも結構音するじゃないですか。会話できないですよね。そうバッティングセンター結構ネットがこうあって、うんうんうん、外で打ってるじゃないですか。そうでも完全に締め切っちゃってるんで、すごい響くんで、うん、ただでさえ外でさえ結構バーン、カキーン、バーンみたいな感じなのに、それが室内になったらもう外でやったことないの。野球室内のあのバッティングセンターしか行ったことない。じゃあすごいうるさいんじゃない。うるさいですね。ブルジョワ、ブルジョワっていうか、いや、そこしかそこしかなかった。ブルジョワのとこっていいとこ、いや、安かった。500円ぐらい高いんだ。あと行ったことなくて本当に、うん、で友達となんかゲーセンの中に入ってるようなバッティングセンターがあって、あ、で、バッティングセンター行きたいって行ってみるみたいなノリで行ったんですよ。ビデオで、あ、ビデオで選手がこうやって、高いんだ。それ高そう。あ、そうなんだ、うん、いいとこなんだ、ブルージョワ。自分で言っちゃった。ネットの向こうでこうウィーン、バシャーン。あー、そうなんだ、へえ、知らなかった。あ、表かにこうマシンじゃない、ビデオがあって、うん、そのタイミングをうまくやってくれてるっていう感じの、あ、ブルジョワ。知らなかった、そこしか行ったことない。行ったこと、
この間の大会のらへんだと思います、市原市。へー、はい、へー、なんか鉄腕みたいな感じの名前だったかな、ゲーセンの名前が、結構昔からあるゲーセンで、そうなんだ、でかいゲーセンでいっぱいなんかあるんですよ。千葉県多いのかな、そういうの。田舎だから。いや、私も地元千葉なんですよ、実家が。そうでしたっけ。そう、千葉の松戸ってとこなんだけど、松戸のあのね、あるの、すごい大きいゲームセンターが。へえ。で、そこにもバッティングセンターがあって、そこはもう全然外。あ、外なんだ。外だし、あの100円で券買って、で10球ぐらい、そう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 、打てるっていうとこなんだけど、そこはね、やっぱなんか千葉だからすごい広いし、屋外だからそんなにまあうるさくはない。へえ。100円はいい値段しますね。そうなんだ。200円で20球から30球ぐらいが平均で。あ、そうなんだ。じゃあ今度はその安いところでカキーンって打ってきます。逆にビデオのところ行きたいです逆にね、なんかね、東京ドームの方行くと公式が打ってたりする。へえ。あるんで。そうなんだ、楽しそう。大抵軟式野球は、ね、説明が難しいなゴム、柔らかい。この前の大会とは違う、あの、はいはい、わかりますわかります、うん、学生の、そう、学生、中学生とか少年野球とかでよく使われてる、うんうん、体育の授業とかでやるやつですね。高校野球も、高校野球は公式です。あ、高校野球は公式なんだ。高校からは公式、ほとんど公式、大学、プロ、社会人、そうなんですね。じゃあそんなちょっと野球の話は盛り上がったところで、はい、はい、本日のアスリート応援番組アスラジは、先日行われましたフューチャードリームカップの模様をお届けいたしますので、50分間最後までお付き合いよろしくお願いいたします。お願いします。また番組では質問応援メッセージを受け付けております。はい、メッセージは番組公式サイトのメッセージフォームからお送りください。ホームページアドレスは http://asuragi.wplog.jp ホームページアドレスは http://aslaji.wplog.jp で、こちらのアドレスからも受け付けております。そしてあとはメールですね、こちらのメール今出てますかね、こちらの方にも出ておりますも受け付けておりますので、ぜひぜひお送りください。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、では本日も一発目の曲に行きたいと思います。はい、それでは聴いてください。サンパチナグリーズでスマイルダイナソー。私ネガティブなんです。でも私そんな自分を変えたいんです。どうしたらこんな自分を変えられますか。そうね、だったらポジティブになれる魔法を教えてあげる。笑顔顔笑顔顔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 
キュバキュ産む要塞要塞閉じ込められても私笑顔でスマイルダイナソー笑顔顔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 私恐竜スマイルダイナソー三八ナグリーズでスマイルダイナソーでした。ありがとうございます。この曲ね、この間のフューチャードリームカップ三八ナグリーズの皆さんにパフォーマンスしていただいた時にやっていただきましたよね。そう、三八ナグリーズはピピピメドレーというメドレーを持っていったので、その中にもスマイルダイナソーが入っててみんなでこうやってやってました。元気の出る曲です。あのメドレーは CD になりますか？あのどれはまだ CD にはなってないの。特別な、もう特別しか出なかった。そうなんだ、まあ、ぜひいつか音源化を待ってます。はい、ありがとうございます。はい、改めまして本日のアスリート応援番組アスラジは、先日行われましたフューチャードリームカップの模様をお届けしております。さあ、まずは早速ですが、結果からお伝えしていきたいと思います。ではよろしくお願いします。はい、ではまず1回戦の第1試合、東京足立ドリームス対早稲田大学 YRBC の試合ですが、こちら4対2で迎えた6回、足立ドリームスの浅利投手が捕まり一挙5点を挙げ、9対2で早稲田大学 YRBC が準決勝へ駒を進めました。いや、朝早くからね、朝の第一試合も本当に朝8時8時スタートっていうすごいね、健康的なスタート。そうですね、随分、と健康的でしたね、でも膝痛かったです。ユッキーさんが東京足立ドリームス、ね、はい2番レフトで、レフトで入ってました、出場いたしました。いかがでしたか、選手としての感想は。楽しかったですけど、試合中は、まあ悔しかったですね、負けるのはやっぱ。ヒット打ちましたね。ヒットは打ってないです。あれ、ヒットじゃないの、あれヒットにはどこですか、第2打席、第2打席だったかな、なんかあ、打ったって思った。1打席目があれです、送りバント。2打席目に打ってセカンドゴロの間にサードランナーがホームに帰ってきて1打点っていう。あれそれはヒットじゃないんだ。でも点につながった。そう素晴らしい。やるべきことはできたのは、そう、わあすごいと思って、すごい、あの時結構感動して泣きそうになりました。うわ、
そうだったんだ。イエーって帰ったのつもりなんですけど、うん、そこまでチームメイトのあまりそうでもなかったんで、あれおかしいな朝だからもっとイエーって行こうとしたら、うん、まあ、結構結局点差もこの時開いてたんで、うん、同点の点ではなく、まだ4点取られての2点目だったんでね、そうでも高さか、まだまだ、まあ、いやでもね、ちょっとね気を抜けないっていうような状況だったのかな、ね、まだまだこれからみたいな、そう、でその1試合、ごめんなさい、1試合目の、はい、あのウグイスは、はい、いつみさんが、ね、私がやりました、朝からエロい声でエロかった、エロかった、私すごいあの可愛く元気なっていうようなのをあの心がけてたんだけど途中でちょっとだけあのちょっとあの遊び心を持ち始めまして後半、そう、前半がね6回かな5回かな遊んでましたよね、うん、めっちゃなんか後半ね、嘘、誰だったかな、レフトで聞いてて、うん、自分のあれで石川みたいな、すごいなんか明るい最初落ち着いてたのにはっちゃけたような、そうですね、やっぱりそう試合がね結構やっぱりな何回6回6回とか結構後半にかけて私が徐々に徐々にちょっと遊び心を出し始め、うん、しかも私ナグリーズのパフォーマンスもあったんでウグイス1回だけだったんですよ。あー、そう、そうか、そうでしたね、そういえばそう、5つの試合があるうちの1回だけだったから、うん、もうやれることを全てやり尽くしてしまえというすごいなんかレフトで聞いてて、うん、楽しそうって、そう楽しんでました、変わったぞって思ってそうなんです、ちょっとねいろいろとこう遊んでみました、やっぱりね、うん、同じようなのが続くとね、そうですね、こう試合もだれたりしたら嫌だなと思って、ちょっとおなんかこう気分転換というか聞いてる選手の方もおあなんかちょっと面白いことやってんじゃん、俺らも頑張ろうぜみたいになってくれたら嬉しいなっていうのもあって遊んでました。いや横で聞いてて私も楽しかったです、うん、よかったよかった、やっぱ声がすごい綺麗で、うん、やっぱすごいさすがだなと、なんか姉さん感が出てました。いえ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 、そんなことはございませんまだまだ。どうでした、本部いて、本部いて、いや初めて私たちも行く球場だったので、うん、もうなんだろう、あそこの1階のね本部席の並びから見える景色がものすごく綺麗で、うん、私は随分感動しておりました、うん、私なんかまあ朝早くからだったけど、うん、ごめんなさい、選手の皆さんがすごいなんかうわーみたいな感じだったから、そうね、うん、確かに球場自体もその前回の、ところ、そう春日部のところはところでまたすごい広くて、うん、こうね通る感じがすごいしたんですけど、今回はまたちょっと海が近かったのもあって、ちょっと潮の香りがしたんですよね、グランドでね。途中思ったのはね、近くに工業団地もあるんですよ、うん、工業団地工場、工場、うんうん、化学薬品の匂いがしました。あ、本当ですか、そうなんだ、ブワーってやるの、へぇ、ちょっとその時がやりにくかったかなって。あ、そうだったんですね。そう、なんかね、私はまあその化学的な匂いはあんまり感じなかったんだけど、うん、ちょっと外に出るとなんかカニカマみたいな感じの匂いがして、あ、そっか、海近いんだ、海がすぐ近くなって、おで、またね、芝生だったので、うん、ね、人工、全面人工芝生、もう歩いた感じがモフモフしてて、うん、うわーってなりました。そう、すごいなんか緑と空もすごい天気が良かったから、ね、空が青くて、青と緑がすごい綺麗でしたよ ね。結構いい野球日和でしたね。ね、そうそうそう、風もそこまで強くなく、うん、でもいい感じに吹いてたんで、うんうん、よかったですよね、よかった、すごいよかった。じゃあその2回戦目、はい、見ましょうか、はい、じゃあ1回戦第2試合 ISC 対ゴールドジムベースボールクラブの試合は、4回裏 ISC が一挙6得点を挙げこのままいくかと思いましたが、5回6回とゴールドジムが反撃、同点に追いつきましたが、最終回 ISC が2得点を挙げ8対6で ISC が準決勝に駒を進めました。あ、いや ISC 謎がいっぱいの ISC、 ISC 強かった、はい、強かったですね、黒かったですね、黒い彼らは強かったですね、なんかシュッとしてましたね、みんな
話をしてた、うん、ねえ、ね、結構若い方が多かったですね。そうですね、 ISC、 そう、はい、人数も多かったですね。あ、そして謎が解けたんですよね。そう、謎解けた。 ISC って何の略だろうねってすごいみんなで言ってて、インターナショナルかな、どうしよう、ブルーアイズの人たちがすごいいっぱいいたらどうしようみたいな感じだったんですけど、ブルーアイズ、ね、はい、結果、はい、はい、結果は一級埼玉クラブ、でしたっけ。そう、一級埼玉クラブで、一級は一級二級の一級、うん、で埼玉が幸せな魂で埼玉で、クラブはクラブで、で ISC でした。日本でしたね。日本だった。いやでもなんかその埼玉のね、幸せって感じが入ってるのがすごい素敵だなって思いました。うん、すごい良かった。すごい、でゴールドジムの方々もムキッて、もう期待を裏切らないムキッとそうですね、ムキッバシッもう、あー今日来てよかったもうでもゴールドジムの方々はやっぱ気合がすごいですね。そうですね、すごかった。全力で盛り上げてましたね。ね、すごかった。デイ監督がすごい、自らも4番 DH で指名打者で出場して、まあ、途中で交代して下がったんですけど、その後すごいチームメイトを盛り上げて、どん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 気温が上がってね、体力奪われちゃう中、一番選手たちを鼓舞していたので、それをちょっとスタンドからちょっとちらっと見て感じました。ね、そういうなんかこうチーム感って素敵ですよね。ゴールドジムはそうですね、強いですね、そういうところが。やっぱ第2試合、第3試合が一番気温的には暑かった。新気楼が見えてるぐらいね。そうそうそう、すごい暑かったので、そう、もう体力は結構奪われてたと思うんですけど、それをこう上回る気合っていうのを感じましたね。そうですね、すごかった。うちの吉田トレーナーが、うん、ゴールドジムさん、まあ、トレーナーを目指す、今大学2年生かな、あの子、トレーナーを目指してるんですけど、ゴールドジムさんはみんなもうトレーナーさんなんで、もう憧れに憧れちゃって、すげえ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 って言われて、あ、そうなんだ、そっかそっか。何人かがボディービルダーってコンテストとかで優勝したことがある方もいらっしゃるので、そうなんですね、うん、言ってましたね。もうあの人がすごいんですよ、あの人すごいんですよ詳しい言ってました、言ってました。野球じゃない方向ですごいことを教えてくれたので、うんうん、面白かったです。面白かった、うん、目が輝いてたんで、どうやったらあの筋肉になるんだろうみたいなちょっと方向性が違いますね。もう野球じゃない、見てるところが野球じゃない筋肉筋肉、トレーニングの方に行っちゃったよお前みたいな。うん、いやでも本当試合自体もね、熱い試合でしたね。面白かったですね。面白かった。結構最初の方離れてたんですけどね、一気に追いついちゃったんで、ね、そうそうそう、それがすごいですよね。このままこのままかなと思ったら、ねえ、ふわっと、でまあ、結果としては ね、ISC が勝ち進んでしまいましたけれども、いやでもゴールドジムの皆さんもすごいすごかったですね。すごよかったでした、はい、また社長に会えなかったな、ね、あ、私も会えなかったです。会いたかった、会いたかった。世界の手塚さんが、世界の手塚さんに会いたかった世界のゴールドジムの社長ですもん ね、そうですよね。そう、いや、お会いしたかった。次回大会はね、はい、そうですね、うん、ぜひお会いしたい。ぜひ、いやもう出場してほしいですね。社長にもインタビューしに行きたいですね、うん、社長さんがベンチに入れてくれたらいいと思う。ああ、確かに確かに確かに、お願いしてみましょう。はい、ぜひ。さあ次行きましょう。はいはい、はいはい、それでは次、準決勝第一試合ですね。早稲田大学 RBC と武蔵野野球クラブの試合は、武蔵野野球クラブが初回から毎回得点の猛攻で5回コールド16対0で武蔵野野球クラブが決勝へと駒を進めました。はい、圧勝でしたね。圧勝でした ね、 ね、でもなんか早稲田大学の方はこの1試合目でね、結構多分そうですね、体力を消耗しちゃったんじゃないかなっていうのありましたね。まあ、武蔵野クラブさんはあれですね、前回大会よりもはるかに力をつけてましたね。ね、いや、すごかった、すごかった、うん、あそこまで打つチームだとは思わなかったですね。そうなんですね。いやでもやっぱあの前回でもやっぱすごい強かったじゃないですか、うん、そのこう強さを見せつけてきた感じがすごいしました。うんうん、そうですね、やっぱりこうね、そう、今回にかけるこう気合い、うん、
っていうのを、そう、一言目で会って挨拶して優勝しますって、あのキャプテンの子言ってたんで。あ、そうだったんですね。すごい。いやもうでも本当に気合がね、前回相当悔しかったんですよね。どの相手でも負けたことが相当悔しかったみたいですね。前回が準優勝だったので、そうですね。そうですね。今回は勝つぞっていう気合がすごい見える試合でしたね。さて、はい、では第2試合、はい、じゃあ準決勝、はい、第2試合 ISC 対 川口旧友野球クラブの試合ですね。こちらは初回から ISC が川口旧友野球クラブを攻め立てて5回コールド10対0で ISC が決勝に駒を進めました。こちらも圧勝でした。こちらも圧勝。川口旧友クラブの方はどちらかというとあの年齢層が結構バラバラでしたよ ね、 ね、すごい若い方から結構あの30代の方とかもいて、でもなんかドンと構えてらっしゃいましたよ ね、 そうでしたね。焦りを感じなかった。落ち着いてましたね。本当になんか、あ、大人は慣れてるんだなっていう感じがすごい感じましたね。とりあえず楽しもうぜみたいな、そう、そんな感じでしたね。でもすごい本当ね、全く焦った感じもなくて、どっしりと構えてたから見てるこっちもこう、ま、すごい点差を開いてたけれど、こうなんだろう、ハラハラしすぎないで見れたというか、どんなに点差ついてもあの盛り上がることが止まらなかったんで、声がどっちが勝ってるのか分からなかったです、ね、そうですね、すごいかっこいい試合でしたね。そうですね、次も出てくれるとのことですので。あ、そうなんですね、はい、ぜひぜひ楽しみですね。楽しみですね。はい、じゃあ最後、はい、決勝戦私でいいの、はい、はい、初出場の ISC 対、前回大会準優勝の武蔵野クラブの試合は、初回武蔵野クラブが1点先制しましたが、その裏3点を返され ISC に逆転されます。しかし3回表に武蔵野野球クラブが一挙5得点を挙げ逆転に成功。5回7回と1点ずつ追加をし8点を挙げ ISC をも追加点を挙げますが追いつけず、8対6で武蔵野野球クラブが優勝いたしました。わー、おめでとうございます。すごい、はい、いやもうこの最後の試合本当もうナイターになって、そうですね、照明とかもつけてたんですけど、はい、もう本当に熱い試合でしたよ ね、 熱かったですね。もう見てるこっちも目を離せない、すごかった、すごかった、声がすごくて、もういけるよいけるよみたいな、ずっとみんな選手が言ってて、もう最後の方、あれ逆転するかなっていうぐらい、ISC が追い上げてきたんで、ね、すごかったですね。本当になんかもうどっちも譲らない、ね、そう本当に。でなんか後から聞いた話だと、こう ISC の方と武蔵野野球クラブの方が、まあ、全員ではないと思いますけど、こうお友達同士というのもあったみたいで、なんかなおそれもあってきっと熱くなったんだろうなと後から話を聞いて思いました。なかんだり野球界って狭いですからね。そうなんです、つながってんのなって思いました。びっくりしちゃった。特に最近のこう高校野球とかはあの東京都の選手が他の地方に行ってとかが多いので、そこでなんか友達の友達とかのつながりがどんどんあ、そうなんですね、ネットワーク上につながっちゃって、いやでもそういうのいいですね。そうですね、ライバルとして ね、 ね、楽しいですね、他のチームの選手と野球できるな、友達と野球で試合勝負をできるっていうのは、いや素敵ですよ ね、 楽しいですね、楽しそう、こいつに勝ってやるみたいな、バチンコですから ね、 ね、なんか仲間だけどこうライバルとしてもそうですね、入れるっていう関係ってすごい素敵な関係ですね。野球じゃ負けたくねえとかそういうところ結構あるんで、いい、素敵、そういうのいい。でもなんか本当そういうのがすごいにじみ出た決勝戦で、もう本当に熱い試合でした。もうお客様の声援もすごかったですね。そうかったですね、優勝かかってるんで、スタッフっていうかファンの方もすごかったです ね、 そうそうそう、これは別のチームの方が言ってたんですけど、あの客席で試合を終わった後見てて、でどうですかっていろいろ聞いてたら、いや、 やっぱり女の子が試合の応援に来るっていいっすねつって、すごい羨ましがってました。あ、そうですね、そうだ、そう
俺も応援されたいっすっつってその違いは大きいですね。そう大きいですよ。そうなんだ、言ってましたよ。大きいですよ。そうなんです。世界大会は女性ファンもぜひ、ねえ、ぜひぜひ必見お友達をぜひ連れてきてください。ね、そうですね。ぜひ私たちのグイスもね。そうですね、うん、もう聞いてもらわなきゃ。もらわないとあかんのですので、うん、もったいない。もったいない。もったいない。ありがとうございます。ぜひぜひ。ではちょっと結果をまとめて、はい、言いたいと思います。はい、優勝が武蔵野野球クラブ、おめでとうございます。おめでとうございます。準優勝が ISC、 はい、おめでとうございます。優秀打者賞が、はい、武蔵野野球クラブの若木亮選手、はい、おめでとうございます、うん、優秀投手賞、はい、ISC の山崎春人選手ですね。春人選手、はい、失礼しました。山崎春人選手。そして本部特別賞が、はい、ファンクトライブフォクシー&ドロシーですね、はい、ありがとうございます。そして最優秀選手賞が武蔵野野球クラブの二高選手ですね、はい、うん、受賞された皆さんおめでとうございました。おめでとうございます。まあもうこの3名、うん、若き二高選手はすごかったですね。山崎選手、二高選手すごかった、すごかったです。まあ、武蔵野野球クラブからしたら1試合目のあの準決勝も先発しまして、うん、決勝戦も先発して完投っていう、すごいフル回転でした、ね、いやあの暑さでね、すごいきつかったでしょ。前回も二高選手は ね、 そうね、そう活躍してましたもんね。武蔵野野球クラブ今回は9人での出場だったんで、わあ、だから誰がどこに行っても疲れてるんですよね、うん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 、ライトの選手がピッチャーに入ろうとやっぱ出てるわけで疲れてるんで、うん、そんな中ずっと一人でマウンドを守り続けたんで、すごいですね。すごかったですね。ちょっと最初のスタメンのメンバー見た時に、うん、あれまたこの子投げるんだと思って、うん、すごいなって本当にそこから正直思いましたね、うん、これで優勝したら決まりだねってみんな話してたら、ね、彼女優勝したんで、うん、いやすごい本当に文句なしの最優秀選手でしょう、うん、でもあの一番最後に、はい、この若木選手と山崎選手と二高選手インタビューさせていただいたんですけれども、はい、どの選手もこうなんだろうな天狗になることなく、うん、いや本当ありがたいですっていうなんだろう謙虚な姿勢でね、うん、いらしてすごいかっこいいなって思いました、うんうん、山崎選手も準決勝と決勝登板して好投したんで、うんうん、優勝はできなかったので二高選手の方にちょっとポイントっていうんですかね、うんうんうん、寄りましたけど素晴らしかったんで、ね、山崎選手も投手賞を、うんうん、はい送らせていただいて、はい、若木選手には、うん、ま、2試合バカ打ちしてたんで、すごかったですよね、はい、すごかった、送らせていただきました、うん、いやおめでとうございます。おめでとうございます。すごいね、山崎選手はインタビューした時に俺もう試合できますよ言ってた、え、みんなもうダメやなみたいなえ、もっとできるっしょみたいな、まあ、めっちゃ元気でしたね、にこやかでね、すごい気さくな方でした ね、 ね、皆さん多いですね、ピッチャーの方は。あ、そうなんだ、投げたい投げたいっていう人がやっぱ、あ、そうなんだ、まだ足りない、まだ足りないみたいな、へー、すごいな、みんな、もうだって、あんだけ長いこと投げ続けてたらね、普通はもう、ああもう今日やったみたいな、やりきったぞ、やりきった、お風呂入って寝るぞみたいな感じになりそうなのに、まだまだっていうのが、まだいけるみたいな、僕も思いました。うん、もう当分野球やって思った、あれあれでも次の日あったからしょうがないと思って、あ、そうでしたね、そうです、もうね、疲れました。いや、お疲れ様です、ありがとうございます、ね、本当に、こちらこそも素敵な試合をたくさんありがとうございました。いえ、もう本当にウイスとかインタビューまでしていただいて、インタビューもね、こうやっぱり前回はこうバタバタしてできなかったけれど、うん、やっぱり今回インタビューすることでこう選手の素顔を垣間見れたりとか、うん、こうあ話してみるとこう試合ではビシッとかっこいい感じだけど、話してみるとなんかこう可愛らしい一面もあったりとか、こうなんかやっぱいろいろ聞いてみたいなって思いましたね。そうですね、普通の男の子ですからね、うん、そうですよね、そう、もうね、大学生の大学生で普通の20代とかで、うん、
普通に張っちゃきますからね。ね野球やってない時はもう。そうそうそう。あとはね、もう社会ゴールドジムの方にはまだちょっとインタビューがまた今回もできなかったんですよ。もうそれが悔しくて悔しくて。そうですね。お話ししてみたいですね。お話ししてみたいんですよ。ね、ぜひ。なのでぜひ。次回大会はね。ぜひ次回大会は、はい、あのなんかね、そうゴールドジムの方は ね、試合が終わった後にお仕事もあったっていうことを聞きましたの で、はい、ちょっとそのお仕事の時間をちょっとだけ遅らせていただいて、そうです、ね、私たちに時間をください。お願いします。お願いします。インタビューの時間をぜひいろいろと聞かせてください。お願いします。お願いします。聞いてくれてるかな世界の手塚社長手塚社長さて、はい、では、はい、ではでは、んこの大会の様子や試合の様子、ハーフタイムショーの様子などの写真が公式のホームページにアップされてますので、ぜひぜひご覧ください。ご覧ください。はい、Facebook のページにも一部アップしておりますので、こちらでも確認できます。公式ホームページアドレスはhttp://fdcup.jbca89.com の大会ギャラリーですね。もう一度言います。公式ホームページアドレスは http://fdcup.jbca89.com の大会ギャラリーで確認ができますので、大会の雰囲気を少しでも味わってください。ちょっとね、今回来れなかった方は、あーこんなんだったんだな、来ていただいた方には、あすごいみんなこんないい顔してたんだとか、こう遠くからだとなかなか見えなかった表情とかも結構詳しく見れたりするので、ぜひともたくさんご覧ください。ご覧ください。お願いします。これあれなんじゃない、僕の第一打席の1球目、うん、バント失敗したやつ乗ってんのかな。バント失敗したやつ。いやでもすごいカメラマンさんがいっぱい写真撮ってくださってて、 すごい綺麗な写真で ねそうそうそう、すごい約2000枚撮ってくださって、すごい、はい、すごかった。なんか私とかウグイス嬢としても撮っていただいたり、あと三八殴りの皆さんとかのパフォーマンスの写真とかもあったんですけれども、うん、全部すごい綺麗で、うん、すごい、うん、もともとはね、そっちの方が本職らしい。あ、なんか女性を撮るのがメインっておっしゃってました。はい、あんまりスポーツはやってない。あ、そう、でもすごい綺麗でしたよね。すごい綺麗でした。びっくりしました。うん、いや、なんかその写真がね、いっぱい載るので、はい、ぜひご覧ください。横田カメラマン、ありがとうございます。ありがとうございました。見てるかな見てるかな、どうかな、見てるといいな。さて、はい、いつみさん、ハーフタイムショーもパフォーマーとして出演していただきましたが、はい、そちらとしての感想はいかがでしたか？いや、すごいやっぱりこの野球場でパフォーマンスをするっていうこと自体が初めてだったし、うん、野球場にまあ足を見入れるということも、まあ、前回の閉会式の時以来なので2回目だったんですけど、広くていいですね、楽しかった、うん、うん、すごくね、お客様もこう、なんて言うんだろう、こう ステージというか、まあ舞台があって、うん、お客様がすごい上にいるんですよ。そうですね、普段のお仕事と比べたら反対ですもんね、下にいらっしゃるんですよ。普段はまあちょっと上がったステージがあって、自分たちが舞台の上にいるんですね。そうなんです、そうなんです。だから確かに確かにすごいね、上にもいるし、あとベンチにも選手がいてくれて見てくださってたので、もうすごいいろんなところにこう目線を配れるのがすごい楽しくて、いろんなとこ見ながらわーっつってやってました。選手の方もふーふーって言いながら、ね、うん、そう、すごいね、盛り上げてくれて、手振ってくれたりとか、こう手拍子してくれたりとかで、私たちも、まあ、10分っていう時間の中で、じゃあ何ができるかなと思って、そういろんな曲があるんですけど、あのメドレーっていういろんな曲聴いてもらいたかったんで、メドレーを持って行って、そしたらもうみんなも乗ってくれて、うん、ね、初めて聴く人ももちろん多いと思うのに、それでもこうわーっつって乗ってくれたので、
すごい嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。多分みんなそれで中毒になってるんで。ね。いや散髪は本当に中毒性があると。やったー。一回聞いた、さっきのスマイルダイナソーもそうなんですけど、一回聞いた覚えちゃうんですよね。覚えちゃいますね。嬉しい。やったー。みんな覚えて。カラオケでね。ね。そうカラオケでもね。ぜひ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 スキットで歌ってください。しっかり。いやでも、はい、本当に良かった。ねえ、ありがとう。私は、まあ、パフォーマーとしては何もしてないので、うぐいすとしてになってしまいますが、はい、前回の反省をこう自分の中でも生かしつつ、今回は得点を入れたりっていうのもすごい、ね、厳しく教えていただきましたので、それもボールとかストライクとかアウトとかこうポチポチってやるのとかやらせていただいて、うちの選手はチンプンカンプンだったね、システムがちょっとね、そうそうそう、機械が難しかった、機械が難しい、ね、うん、いやでもこう前回よりもスキルアップすることができたなっていう実感がありましたし、うぐいすとしてもう前回よりすごい伸び伸びとやることができたので、私も結構楽しんで、うん、うぐいすをしていたので、たまにちょっと変えてみたりしてたし、ちょっと本当は閉会式とかね、もっとはっちゃける予定だったんですけど、時間もなくてあまり思うようにはちょっといかなかったんですけれども、でもこうなんだろう、すごい自分らしくできたんじゃないかなって自分では思いました。うん、楽しかったです。うん、疲れていたのは見なかったのにしますね。ちょっとね寝不足続きで、ちょっと最近忙しかった寝不足続きでちょっと疲れがちょこちょこっと出てしまう。そんなことないよ。全然疲れてなかったよみんな。そうですよね。そうだよ、みんな元気だったよ。面白かった。ふっと大丈夫かなって放送席の方ふっと入ったら、このままこのままの紙台本っていうんですよ、こう持ってストーン。落ちた シーンを見ちゃって瞬間を。そんなことない、そんなことない、私見てないもんそんなの。そうですよね、そんなユッキーさんの幻想ですよ。そうだよ、僕が疲れてたんですかね。そうですよ、ユッキーさん幻、ほら暑かったから新機能で見えたんだよ、そういうのが。そうそうそう、なるほど、疲れてた、失礼しました。いやいやいや、まあそういうことにしておきましょう。はい、はい、さて第2回フューチャードリームカップが終わったばかりなのですが、はい、ここで第3回フューチャードリームカップの開催が決定しております。すごいすごい、おい、日程は9月の10日土曜日、うん、場所は同じく千葉県市原市 ZA ボールパークで開催されます。そこで出動チームの募集を開始いたしますので、詳細などは公式ホームページをご覧ください。はい、はい、http://fdcup.jbca89.com 繰り返します。http://fdcup.jbca89.com です。ぜひ興味のあるチームの関係者様はご応募ください。よろしくお願いいたします。お願いします。待ってます。待ってます。いや、もっとね、多分もっといろんないろんなチームがあると思うんですよ、うん、この東京、日本には。そうですね、はい、見たい、じゃなく見たい見たい、もう第1回大会兵庫からね、プロ野球の方来ていただいてね、はい、どこからでももちろん大丈夫なので、うん、ぜひこの FD カップいらしてください。読売ジャイアンツさん待ってます。おそこ来たらすごいな。いいな、私 DeNA がいいな。あ、じゃあ僕本当はスワローズがいいな。あ、千葉だから。お、あ、ロッテ、千葉ロッテ、ロッテ、千葉ロッテの方お願いします。ぜひぜひ。12球団選抜で来ないかな。贅沢、贅沢すぎる。いいですね、それ。そんなの見れたらもう、本部にいられない、うん、確かに、もうずっとそわそわしてそわそわしてスタンドで多分ずっとその選手の応援歌歌ってます。やばいやばい。でも応援歌ありますもんね。ありますね、そう、楽しいですよね。そう、初めてこの間プロ野球を見に行ったの。おー、どこですか。え、いつだったかな、交流戦、西武とヤクルト、そう、見に行って、そう、神宮球場に見に行きまして。ようこそ、はい、あれ、いらっしゃ、あの時結局行ってないんです、日曜日は。はい、うん、もう疲れちゃうよ、もう、うん、もうダメだって。そうですよね、うん、あの日はね、はい、そう、フューチャードリームカップの前に、前日、そう、前日だったかな、前々日か前日か忘れちゃったけど、はい、前日ですね、まあ、やったと前日かな、はい、そうに行って
行きまして、まあ、勉強も兼ねて、そう。スワローズか勝った日ですよね。かな、そうそう、詳しい。すごい詳しい。やっぱりなんかもうすごい応援歌もあるし、うん、その試合と試合の間、なんか、なんか8回裏と9回表の間とかに、なんかこう東京音でやりました、ね、朝、あ、やった、やったすごいびっくりした。点が入るとみんな傘開いて、傘、そう、傘開いてこうやって振るの。へえ、傘持ってるんだ。そう、そうです。傘持ってきてないヤクルトファンは何しに来たんだって感じで。へえ、そうなんだ。ごめんなさい、持ってなかった私。どうしたんですか。え、何これ何これっつって、ね、すごいすごいっつってでしょ。最初はそうです。あ、じゃあそれは最初は許される、ね、最初は許されます、うん、ヤクルトファンじゃない人はまだ許されます、うん、もしファンがやった場合、うん、お前勝つ気ないんだなっていうことです。へえ、いやでも熱いですよね、野球ね。すごい、なんかちゃんと応援歌もあるし、うん、こう球場が一体になる感じがすごくあって、うん、あ、すごいな。こうやってお客さんも一緒に盛り上げるっていうのがすごい楽しかったので、うん、すごいですね、こういうのをもうフューチャードリームカップでもできたらいいなってすごく思いました。そうですね、うん、各チームの、まあ、応援の方々がオリジナルのなんか、うん、ね、そうそうそう、やったら面白いのになと思って、ね、第3回大会、そういうのもね、東京ドームの社会人企業の大会とかではやってるんです、うん、あ、そうなんですね。どっかの会社の応援団の応援部ってあるじゃないですか、うんうんうん、あれがもう駆けつけるんで、あ、じゃあ大きい感じですね。いやでも今こうまた出てくださるチームの方もそういう曲とかあったら言っていただければ ね、いろいろこちらも手を尽くしますので、むしろ今から作ってもいいですよ。行きましょう。それでまだだって9月までまだ時間あるんで、3ヶ月ある、はい、作ってください。僕のオリジナル応援歌を作ってください。はい、というわけで次行きましょう。はい、はい、さてここで告知です、はい、よかったら。はい、あ、じゃあ、東京ドリームガールズでは選手を募集しております。お、まあ、シーズン来年4月に向けて大会出れるように選手を募集してますので、野球に興味のある女性の方ぜひご連絡ください。はい、未経験でも全然募集してますのでお待ちしております。年齢とかは、はい、年齢は中学生以上。あ、おー、なるほど。中学1年生になってさえいれば全然で、小学6年生でも練習とか練習試合だったら別に出すの全然問題ないので、ぜひお待ちしております。待ちしてます。はい、すいません、ちょっとごめんなさい、はい、本業がちょっと私は入れないんですが、あら、よろしくお願いします。ぜひぜひ、ぜひそれ行く応援団になる。うん、はい、ではエンディングですが、はい、ここで先週告知した新コーナーなのですが、はい、準備の関係で次週に持ち込みとなってしまいました。楽しみにしていただいてた方は皆様大変申し訳ございませんでした。申し訳ございません。来週が楽しみだね。そうですね、そうですね、うん、来週、来週じゃないや、第5週だ。来週第5週だからないんだ、ね、来月だ、来月だ、7月だ、うん、もう7月だ、早い。4月、次が何日だろう。7日、7月の7日水曜日、6かな、6日だ、6日か、惜しい惜しい、はい、6日だ。ということで、はい、ゆきさん、いつみさん、はい、今日はどうでしたか。いや、楽しかったです。うん、楽しかった。いろいろ思い出して反省点もいろいろ見えた大会なんで、はい、またね、次に向けて、はい、そうですね、いろいろみんなが成長できたんじゃないかなと。そうですね、うん、相変わらずいい大会でしたね、はい、また第3回も楽しみに。ちょっとまた離れちゃいますけどね、うん、はい、いやでも準備期間しっかりとってね、はい、はい、ということで次回皆さんとお会いするのはまた、来月となります、7月の6日水曜日、はい、こちらの番組でまたお会いしましょう。お送りしましたのは本日のパーソナリティ、しーちゃんこと栗原しほと、アシスタントのユッキーこと石川幸宏と、はい、アシスタントのイッツミーこと水野いつみでした。この番組は日本野球指導者協会、株式会社宮坂紀章、トレジャートレーディング株式会社、地方道エージェント株式会社、トトロ整骨院、真剣野球塾、ホーリーブランカ、ルーツアカデミー、加藤電機グループ、ステップ系スポーツの提供でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。来月。来月。